ほどその1、自分の足を焼く。政宗がまだ若かった頃の話。政宗は眠れない日々を過ごしていました。不眠の理由は脇腹にできた膨らみ。治療しても回復しないこの膨らみが政宗を苦しめていました。脇差しで切り取るしかないか。政宗はこの膨らみを脇差しで切開しようとも考えましたが、いやしかし切腹したと勘違いされても困るしな。病苦で切腹扱いされるのは困るということで悩み、小十郎に相談することにします。政宗様、私にお任せください。おお、さすが小十郎、頼りになるな。小十郎は熱した鉄の棒を用意。当時は皮膚を燃やすという治療法があった。政宗様、ご覚悟は良いか。ひと思いにやってくれ。そして小十郎は自らの足に熱した鉄を押し当てます。は？なんで自分の足に？うむ、大丈夫です。死にはしない。むちゃくちゃ痛いだけです。こいつすげえ。小十郎はまずは自分の足で試し、その後政宗の患部を治療しました。政宗の傷は一月ほどで治りましたが、小十郎は治るまで約70日ほどかかったそうです。政宗様の傷が治って何よりです。私はまだ少しかかりそうですが。ほんとごめん。さらにその時の傷の痛みは後年まで続き、乗馬の際に足が引きつると政宗に語っています。いやー、足がしびれますな。早く治れ、頼むから。エピソードその2、秀吉は。だから豊臣秀吉が伊達政宗に小田原三陣をせかしている時、早く参陣しろ、さもないと。伊達家の中では秀吉と争う派と秀吉に味方する派に分かれて結論が出ないでいました。秀吉に従い小田原に参陣しよう。いや、同盟関係にある北条に味方をするのが筋だ。北条と共に秀吉に立ち向かうべきだ。政宗自身もかなり迷っていました。秀吉が北条に攻め込む、俺はどう動くべきか。そんな中、小十郎の言葉で政宗の腹が決まります。政宗様、今すぐ小田原へ秀吉に従うのです。秀吉連れなどはさつきに湧くハエのごとし、いくら打ち払ってもたちまちたかられるでしょう。口悪っ。この後政宗は小十郎の言葉によって小田原参陣を決意したと言われています。エピソードその3、主君の母を見捨てようとする。1600年、徳川家康と石田三成が東軍と西軍に分かれて関ヶ原、現在の岐阜県で戦いを繰り広げようとする中、時を同じくして東北でも戦いが巻き起こっていました。上杉氏による最上氏領内への侵攻。伊達政宗は最上氏の救援作戦を計画していました。まだ母も最上家におる。すぐに救援に向かうぞ。お言葉ですが、もう少し待たれては。小十郎、すぐに救援には赴かず、両軍入り乱れ、疲労が極めに達した段階で攻め入り、上杉勢を完膚なきまで叩くべし。な、俺の母が最上家にいて大ピンチなの知ってるよね。はい、承知の上です。作戦としては合理的でしたが、政宗はこの作戦を却下します。主君の母親を見捨て自軍の利益を優先する小十郎は、恐ろしいほどの実利主義の一面を持っていたようです。エピソードその4、太った小十郎に。1602年、小十郎は太っていました。症状から糖尿病だったと言われています。小十郎、太ったな。年をとって太ったその体では重い鎧は身に合わないであろう。政宗様。政宗は小十郎を気遣い、軽い鎧を渡しました。うわー、ありがとうございます、政宗様。喜んでもらえてよかったよ。小十郎は政宗に対して高い忠誠心を持っていました。政宗もまた小十郎のことを信頼し大事に思っていたようです。エピソードその後、最後の訓示。1614年、大阪の陣。伊達政宗は徳川家康と共に豊臣家と争っていました。そんな中、
小十郎は病床に伏しており、戦いに参加することができませんでした。くっくっくっ。正宗様のおそばで力になるのだ。正宗様のおそばで。そこで、小十郎の代わりに息子である片倉重長が大阪の陣に参戦することになります。正宗様を任せたぞ。重長。はい。重長は大阪の陣で、敵将後藤元次を討ち取るなどの武功を挙げています。敵将、討ち取った!周囲は重長のことを鬼の小十郎と称えました。正宗様も無事帰還できた。これで父上も喜んでくれるはず。ふふふ。父小十郎は重長を激怒しました。何をやっとんじゃ、重長!え、武功もあげたのになんで?聞け、重長よ。一軍を預かる将として、刃を交えることなど、あるまじき行為。お前は一軍を預かる将なのだ。それを自覚せよ。そうでなければ主君は、正宗様は守れないぞ。父上、しかと心得ました。その翌年、片倉小十郎はこの世を去ります。小十郎亡き後、重長が家督を継ぎ、片倉小十郎の名を引き継ぐことになります。その後しばらくして、正宗がこの世を去る直前、国の久しいことを心がけ、よく取り計らってほしい。正宗は後のことを重長に託す言葉を残したそうです。今日の名言、叱ってくれる人を持つことは大きな幸福である。松下幸之助。次回の日本史漫画は、天下に一番近かった名将、今川義元の生涯。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。